話ありがとうございました、はい、ありがとうございます。質問なんですけど、子供って体内記憶ってみんな持ってるものなのかなっていうのと、例えばなんかこう聞いてもなかなかこう体内記憶を喋ってくれなかったりした場合、お母さんのこう声かけだったりとか育て方一つでこう喋ってくれるようになったりとか思い出してきたりとかするものなのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思ったんですが、はい、どうですか？まあ、私のね今までの経験からすると、お産の時に忘れる仕組みが何重にもあるんですね。でこれなぜ記憶を消す仕組みがお産のところであるんだろうと思ったら、赤ちゃんの体が大きくなった時にその赤ちゃんの体細胞一個一個に記憶があるんですね。その記憶にお父さんの記憶とお母さんの記憶が入っているらしいんですよ。でこれがあって生まれるとすごく生きづらいらしいんですね。それで初期化する感じ、魂は体内記憶の教育の考えでは御霊というのがあって、人間の体の周りにある魂と2つあるんですよね。魂がこの御霊は肉体がないので、でしかも多次元にいるので情報は変わらないんですけど、体についているこの御霊はスマホの SIM みたいな感じ、スマホのメモリーみたいなもので、生まれる時に中古のスマホを買ってきた時に前の人の住所録とか出てきたら嫌じゃないですか。なんか呪いの SNS みたいな。でそれを一応初期化して中古だと売りますよね。それと同じで人間の記憶を初期化して、それで自分の経験で生きていくっていうことをするのがどうもお産らしいんです。ところが記憶は御霊に残っていて、でここに情報を持ちに行くと聞きに行くと情報がダウンロードされて覚えるらしいんですね。だから記憶を消していても全部の記憶を持っているはずなんですよ。でそれを引き出す必要があるかどうかなんですけど、例えば2年前の今日何してましたって聞かれてパッと答えられる人います？多分あまりいないと思うんですよ。でそれを覚えてる必要がありますかって思うんですなんでそんなこと聞くんですかって思いません？子供の感覚ってどうもそうらしいんですよ。それ聞いてどうするのっていうことらしいんですね。ところが目的を持ってなんか困ってる人がいて、あなたの記憶がその困ってる人の役に立つからとかね、ちゃんと理由があった場合に喋ってくれたりすることもあるし、それから大人が聞き出そうという気持ちがあるとやっぱり喋らないんですね。犯罪の取り調べみたいな感じ、吐いたら楽になるぞみたいな感じだと喋らないですよ。で居心地よくね、体内記憶も当たり前に、あるんだよねと思っているとそうそうって喋る子が結構いるので、あと穏やかな時、お風呂に入ってる時とか布団に入った時なんかはよく喋ってくれることありますけど、それはなんか喋ったことに、意味を持たせるかどうかっていうのはちょっとあれで、単純に聞くだけでいいと思うんですよね。それがいいとか悪いとかっていうことではなくて、単純にああそうだったんだねっていうことを共感するだけでいいような気がします。だから聞き出す方法としては気が向いたら喋るけど、気が向かなくて喋らないっていうでもだから喋ったからいいとか喋らないから悪いとかいうことではなくて、気が向いて気を許した時に本当に子供と お父さんお母さんの気持ちが一緒になれば多分喋ってくれる子が多いと思うんですよねと思います。ということでよろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はるくんはお空で記憶を持つって決めてきたの？今の時代は子供が記憶を持って生まれるか持って生まれないか決めることができるって聞いたんだけど、そうなってるの？そうなの。昔は強制的に記憶を消すようにされてたらしいんだけど、そう？それは分かんない。いや子供に聞くとね、これ言っちゃいけないとか、お母さんにも喋っちゃいけないって言われてると20年前よね。20年前、とか今の子は結構喋っていいって自分で決めてきたっていうんですよね。だから時代が変わってるみたい。その変わった時代に皆さん生きてらっしゃるんで、せっかくならね、新しい技術を身につけた方がいいかなみたいな。はい。なんか怒ってる。私が
まあ、怒ってる時に怒ってる張本人は光を感じないんですけど全く、うん、感じないですね、はい、それでもそれが光なんだっていうことには今初めてなんか感動を覚えたというか新鮮な気持ちになってなんかそのあたりがすごく面白かったしちょっとなんかもっと知りたいっていう気持ちっていうかそのですよ、ね、怒りの感情が光っていうのあたりがなんかどういうなんだろうってなってて頭の中で今それがちょっと気になっているんですけどもしまだあったら怒りの感情っていうのはもともと自分の中にしまい込んでるもので、でそれを子供が怒らせる行動することでそのりが出てきちゃってるだけなんですよ。でその怒りってあまり溜め込まない方がいいような気がしません、うん、だから、うん、子供がそれを引き出してるだけで元々の自分のものです。でその彼が言うのはその出てるその行為出させる行為も光だしその出してる間にその蓋が開いてるのでその時に光を入れてるっていうような理解でいいのかなと思います、はい、春くんが言ってた点っていうのが意思を持っていてそれが多分宇宙最初の体なんですよ。でこれが皆さんも一個ずつあるんだけど全てのものにあってで多分それ愛という粒子なんですね。だから地球はその愛の粒子でできているので地球は愛そのものなんですよ。で人間もその愛でできているから愛そのものなんですね。ところが愛は動かない。ガソリンと一緒で火をつけないと燃えないんですよ。単にあるだけなんですね。でこれを動かすのが感情なんです。感情って電磁波なんですね。波なんですよ。だからこの周りの粒子が動くんです。で動くときに嬉しいっていう感情で動く波と怒りで動く波はやっぱ違うんですよね。でいい悪いじゃないんです。動くんですよ。動くだけなんですね。だから怒りの感情って物を破壊するぐらいの力があってものすごい。だからこれをいい方向に使うとこのクソと思って大きな仕事を成し遂げる原動力になる。でも愛がいっぱいだとそういう原動力出てこないんですよ。じゃあどっちがいいかっていうとそれは多分生まれる前に自分で決めてきてこれやろうというエネルギーですよね。どこにエネルギーを使うかって決めてきているはずなのに生まれちゃうと忘れちゃうんですね。で目の前のその怒りって子供がなんかいたずらして怒るってあるじゃないですか。もしねお子さんが白血病で寝たきりの子だとします。その子が同じいたずらをしたら怒りますかってことなんですよ。多分怒らないですよね。だって動けなくていつももう横になってる子が起き上がっていたずらしてるって言ったら嬉しいじゃないですか。で同じもの見ても嬉しいと思うか怒りかはになるかはその方がどういう人生を歩んできたかで決まっちゃうんです。その人生は親のサポートで決まっていくのでこの子がどういうふうな感情を持って育てるかは親がどうしたいかって意識を持ってないとだから親の、まあ、育て方によって怒りが湧いてくるようになってるんですよ。もしお母さんからいいよいいよあんた子供はそういうことするもんだよって言われいいと思ってたら怒んないんですよ、うん、なのでそこを自分でその感情をコントロールするっていうのが必要なんですけどやっぱり2歳3歳の時に親がどういう態度を取るかでそう決まっていっちゃってるんですよ。だからもし決まっちゃったとしたら書き換えは自分でやるしかないんです、うん、だからそのために子供から光が来てるよっていうイメージを持つと多分変わっていくんですよね、うん、それにこの春くんの話はとっても役立つかなと思うんですよね、はい、怒るのがいけないわけじゃないですよ、うん、怒ったって子供平気ですからね。子供の目線こっちですからお母さんを下に見てますからね。まあこんなことで怒っちゃってなんて可愛いお母さんなのぐらいの感じですよ子供からするとよしよしって感じだから3歳ぐらいからお母さんよしよしとかやるじゃないですか。あれ結構上に見てますよ。それが反転するのが9歳か10歳ぐらいで反転するんですね。でお母さんが怒られるとこのクソババアみたいになってくるのが10歳超えていって14歳ぐらいとかもう言われたら反発していくようになってきます。それまでは、うん、お母さんを何とかして
あの幸せにしたいっていう気持ちをみんな持ってて頑張るんですよ子供って。そういう時に怒らせることしてお母さん光らせようとしてるんだけど、お母さんそれ見えないんですよ。だから今日のハルくんの話は怒ってるお母さんに聞いてほしいなって、うん、怒ってもいいんですよ別に。でもそこに光を感じて子供から愛されてるなと思ったら多分大丈夫かなとは思うんですよね。どうでしょう、あの怒るお母さんでもどう、光を感じて子供のこと嬉しいなと思ってるお母さんだ OK、 やっぱ怒んない方がいい、いや怒ってくれた、怒っても大丈夫、はい、だって怒るもんねお母さん怒るなんて無理なんですよ。で怒らないようにするお母さん多いの、無理だから。でも怒らなくすることはできるんですよ、うん、ありがとうございました。